もちろん会社としてですね、断じて容認できる内容ではないということは確認しておりますし、また専門家の先生からもですね、これで十分、解任たるというか重大な不正行為であるというご判断もいただいております。特にルノーへの影響は大きいと思いますが、あくまでこれは不正、重大な不正の除去ということが本質でありまして、ルノー、日産、あるいは三菱とのパートナーシップにですね、何ら影響を与える性格の事案ではないというふうに、思っております。